どうも、仙台でギター弾き語りを教えています熊木先生です。本日は春秋という曲をやっていきたいと思います。このチャンネルではギター弾き語りに関してやっておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本題に入っていきましょう。ということで今回はミセスグリーンアップルさんの春秋という曲をやっていきたいと思います。僕の講座ではね、何度かこうミセスグリーンアップルさんの曲をやらさせていただいてるんですけれども、相変わらずいい曲ですね。そしてミセスの曲をやるときは必ず言うようにしてるんですけれども、僕はですね、大森くんが中学2年生の時に一緒にライブに出たことがあります。そして楽屋でいろいろ話をして仲良くなったと思ったんですけど、今は疎遠の中になっております。まあそんなことを置いといてですね、普通に曲を解説していきたいと思います。もうとにかく名曲が多いですね、ミセスはね。カポについてなんですが、カポは3で行います。カポ3でやるのがまあ一番簡単かなと思ったので、これでやっていきたいと思います。では登場コードです。 C G D Bm7。 さあこの Bm7 なんですが、バレエコードの Bm7 もあるんですけれども、バレコードっていうのはこういう人差し指でね全部押さえるやつなんですけれども、僕の講座では極力コードを簡単にさせていただいているので、このように指1本ずつ押さえるやり方の Bm7 を紹介しておきます。そして B7、 このコード非常に難しいです。4本指使いますのでね、4本の指を同時にこう押さえるのに使うって結構難しいんですよね。なんですが、この B7 っていうのは Bm7 に人差し指を加えたコードになります。なので音は似てるんですよね。まあそりゃそうですよね、一本押さえるか押さえないかの違いなんでね、なので B7 慣れるまではですね、 Bm7 で代用しても構いません。代用っていうのは B7 っていうコードが出てくるんですけど、そこの部分を Bm7 にするっていうことですね。もちろん音は変わってしまうので、それが嫌だっていう人は何が何でも B7 を覚えていただきたいです。ただ Bm7 を使っていくうちに B7 っていうのはだんだんできるようになってきます。そりゃそうですよね、人差し指加えるだけですから。なのでまずは Bm7 で練習していきましょうねっていうのが、僕の初心者講座では特に重点的に言っていることですね。そして Em7、 Am7、 A7、 以上が登場コードになります。さあこれらのコードを使ってこの名曲春秋やっていくということになってきます。まあ問題はね、右手なんですよ。やはりギターやるってなった時は右手がいかにこう動くかっていうところがね大事だったりしますので、一番最初のところから順を追って、どんな右手ストロークっていうんですけどね、この動きをね、どんなストロークを使ってやっていくのかっていう話をしていきましょう。それではまず一番最初のところです。どうやってるかっていうとこうです。早いものねと心っていう感じですよね。はい。みたいな感じで、で、切ってあげるのもいいし、伸ばしっぱなしで、途中でピタって止めてあげるのもいいです。つまり、早いもの目と心が囁いた。やっていくのはまず一番の初心者の方にはおすすめかなと思います。ただちょっと慣れてる人に関してはより原曲っぽくするために短くしちゃうんです。これをっていう風に、早いものねと心が囁いた、早かったっていう風に、もうジャッジャッジャッってやってあげるってことですね。じゃあ何やってんのかというと、ストローク、この動きに関してはダウンピタっていうことです。ダウンピタです。ダウンピタ、つまり早いものね、これもうめちゃくちゃ早いんですよ。まあ、歌詞の通りじゃないんですけど、早いものねっていう歌詞なんですけれども、本当早いんですよこの動きは。ピタ、これは、これミュートの状態だとどういう音になるかというと、これですね。はい、これです。ピックを持ってる人でも同じ、こうやって止めてあげる。ピックを持ってるとしても、つまり早いものねと心が囁いたっていうことですね。で、これ2巡目の A のところだと少しコードが増えるんですよね。つまり、憧れ理想とたまに喧嘩をした、ここっていう風になってるわけですね。D があって B7 があって Em7 があって Bm7 があるっていうところなんです。これも1個ずつ弾く、 D B7 Em7 Bm7っていう風に、そのストロークで一個ずつ弾いていきましょうねっていうことになります。そして B メロなんですけど、ここは、G、D の部分は伸ばして、Em7 のところはピタッと止めてあげる。これを繰り返すような感じですね。つまりこうです。大嫌いな人が大嫌いだ。タララ、タララ。
サビに入っていくわけですね。これいい曲ですよね。まあなのでやってることとしては A メロとそんなに変わんないですよってことですね。ダウンしてギターのタイミングを気をつけていくっていうことになってきます。そしてサビなんですが、まあ僕だったら初心者の人はこうしますね。明日が晴れるならそれで カーのところはダウンアップということです。まあ、矢印出している通りです。タンツカタンツカタンツカツカツカ、これを繰り返しているってことですね。明日が晴れるならそれでいいや、タタ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 タっていうことですね。これでサビをやっていきましょう。そして2巡目のサビに関してはこれコードチェンジのタイミングはちょっと分かりづらいんですけれども、ストロークは同じです。つまりタンツカタンツカタンツカツカツカですね。こうです。あなたが笑うならなんでもいいや、世界は変わりゆくだけどそれだけというふうにタンツカタンツカとタンツカツカツカ、これを組み合わせているってことですね。これ弾き語りなので自分の歌に合わせてストローク適宜変えちゃってもいいです。初心者の方は変えることも難しいと思うので、まずはタンツカタンツカ、そしてタンツカツカツカ、これをやっていくんですよってことになりますね。まあ場合によってはタンツカタンツカを連続してもいいです。タンツカ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 っていう風にタンツカで全部やることも OK ですからね。そして2番の A メロ、ありがたいねと心が、同じですよねこれね。はい、という感じでさっきの A メロ1番と同じでやっていくっていうのがいいと思います。非常に分かりやすい曲ですねこちらね。だからこそ名曲であるとも言えます。で2番は同じ流れになって、2番の最後のサビのところ、あなたが生きてさえれば何でもいいや、私が生きてるのはそれでいいやの後それでいいやって続いていくんですけど、そこの部分がちょっと分かりづらいかもしれないのでそこもやっておきます。じゃあ私が生きてるならそれでいいやというところからそれでいいやが続いていくところをちょっとやっていきますね。どうなるかっていうと、私がわけですね。だからタンツカタンツカでやっていきましょうねということになってきます。で一番最後のところ、そのそれでいいやの後はタンツカタンツカタンツカ、ここそれがいいやで終わり。そして最後大っていう風に B メロのところに続いていくわけですね。でここのエンディングの部分はあえて全部短くしちゃう。大嫌いだ人が大嫌い、友達も大嫌いだ、本当は大好きだみたいな感じで、歌で終わりにしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。だから C も最後の C も今みたいにで終わってあげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。ということで非常にこちらの曲アコギ映えもしやすい名曲となっておりますので、ぜひやっていただけたらなと思います。ということで今回は春秋という名曲をやっていきました。僕は仙台でギター弾き語りを教えていますし、オンラインレッスンというのもやっております。また未公開講座が見れるオンラインサロンというのもやっておりますので、もしよろしければ概要欄から詳細ページ見ていただけますと幸いです。ということで熊木音楽チャンネルの熊木先生でした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あればぜひお気軽に連絡をください。